いや、なんでだろうね。うち怖いなって思うんだよ。なんか最近思ったんだけど、うん、おもろって思う瞬間とか、そのおもろいの位置、うん、人が見てないそのおもろいとかあるじゃん、うん、今のめっちゃおもろみたいな、うん、なんか誰かが何かをして、うん、やっぱ感性が合わない。何笑ってんのとか言われてさ、いや何だろう今こうこうでみたいな、ああだから多分うちらは当たり前だったじゃんそれが、うん、なんか面白かったってリホの方見たらリホも笑っててみたいな、うん、そう、それってすごいことなんだよ。マジですごいことだなって思う。分かんないのみんな、だからこうそうなるよね。そうえねえねえ、何だったんだよ、そうそう、ああねみたいな、納得されるみたいな、つら、うん、いあの瞬間、つらいね。すごいことなんだ。おもろいっていうことが一緒な人、うん、友達にしても、うんうん、例えば彼氏とかその旦那さんとかにする人、うんうんうん、って大事だなってすごく思いました。マジで大事です本当に。だから本当に一生うちらはたとえなんか離れ離れになったとしても、うん、お互い忘れられない存在だろうね。例えばもうなんかすごい喧嘩してとか分かんないけど、うん、もういいよってやめよう、フェンスフラミンゴみたいな、うん、だったとしても絶対忘れられないんだと思う。あなんかの時のたびに、あこれにしちゃったらな、リホだったらな、なりそうだよ、なりそうだよ。実際さ、22年間友達だけどさ、うん、22年間まるまるめちゃくちゃ一緒にいたわけじゃないじゃん、うん、そ空白のさ、高校時代とかさ、うん、全く一緒になかったっけ、うん、とかもあるのに感性一緒ってすごいね。すごいよね。だからリホのおかんとかうちのおかんとかっていう話になってくるのかもしれない。もう感性が知らん、わかんないけど、なんか自然を感じたいわけ。確かに